うおう、ほわー、どどん。というわけで今回はこんな武器を手に入れたので、使っていきます。何があったんだ。こちら、先導 VATS 命中ゴーストのガウスライフルです。気の向くままに死なせれるように、フィニッシュヘカーテという名前を与えました。だせー。私ねー、これがマジで完成品だと思ってます。そもそもガウスに VATS 命中がないのは論外として、ツーショットや血まみれ、そういう火力と、最終的にステルスするなら、ゴーストが欲しいと思いますね。ゴーストより AP 減だろ。ガウスは隠密が強いので、リセットできるゴーストの方が良いですよ。今回はステルス特化で組んでます。ステルス倍率は 2.5 倍ということです。エスケープアーティスト、スニーク、アドレナリン、ガンフー、クリティカルは必中くらいしか価値がないので、置いておくとして、スーパーミュータントを一撃で仕留めれるなら、燃費のバランス的に上等という具合でしょうか。今回もミステリーミートを採用しています。こんなんよりグレネーダー使え。今回に限ってはグレネーダーはなしですね。余計な敵にダメージを与えて戦闘の機会を失う可能性があります。それではやっていきましょうか。今回もミスミー枠で食事をします。ステータスはこんな感じ。バフは最大 AP が80増えるってだけです。これだけでもミスミー採用する価値ある。前回、ワークショップでクラスという動画を出したので、実際にクラスためにポセイドンを所得しに来ました。今回に限ったわけじゃありませんが、ポセイドンはサブクエがうざいですね。フュージョンコアがめっちゃうまいけどな。うお、何気ない射撃が1200。これは想像以上です。距離減衰あるとはいえ、ここまで出たら十分ですね。先導ガウスはツーショットに並ぶ代名詞だな。なぜかデンジャーのままっていう。ガウスって爆発効果あるのでステルスしにくいんですよねー。見つかりやすいって意味じゃなくて、コーションは敵が動くようになるので、とっさの遭遇戦になりやすい。ガウスは単発でチャージ持ちですから、結果として事故が起きやすいのです。打開できるゴーストは確かにありだな。爆発効果がサプレッサーで出なくなっていた時期の方が、確かにありがたいかもしれませんね。リロード音といい、チャージの数字が上がっていくカチカチって音がエモい。わかる、わかるぞ。というわけでワークショップ獲得しました。設計図から建築しますぞ。今回の違法建築はこんな感じ。なかなか違法ですわ。防衛は別で作る予定なんですけど、大きすぎると素材が足りない局面が出てきましてね。どうやってバランスを取るか、軽く考えてます。完璧の防衛は電子回路を20個も使うからな。それまではジェネレーターに備わってるタレットで我慢ですね。ジェネレーター置いたので、この間に上剣行きましょう。ダメージがスコーチと変わらねえな。パーフォレイトって偉大だわ。今飲みました？天文学的な確率で外しまくったな。これバグです。再現性は高いです。VATS を起動してから、障害物で遮られるなどで命中率が低下した場合、命中率が回復しても、次の VATS まで命中率がゼロとして扱われてるんだと思います。なんか違う臭いな。変な挙動だ。命中率は維持されてそうだけどな。困りましたねー。早く治ることを祈ってます。この火力はマジで実用に耐える。普通にサブキャラにこれも足せようかと思ってます。靴じゃなくても近い火力が出そうなのが良いよな。命中率がなーってくらいですね。どうか私に不屈武器重量限をください。ダメに決まってるんだよなー。ただ、この武器にも無理なことが存在します。
能じゃねえか。これは可能だった場合です。こういうことです。これはフクサーでも厳しい時あるわ。こんな場所に来てみました。つえ？ガウス自体が強いなこれ。命中ガウスはガチかもしれません。自分は連射ガウスも好きですけど、この火力は信頼できるのでもっと好きですね。先導ドラゴンは4発全部に先導が乗るらしいが、先導ガウスも爆発部分に乗ってるのかな。それくらい高い火力ですもんねー。ガウスでっか。こんなにでかかったか？ AWM よりでかい。サプレッサーがゴリラの腕みたいだ。PA でもでかい。ガウスに赤い塗装庫ないかな。というわけでね、先導ガウスのフィニッシュヘカーテまとめ。先導ガウスは健康体でも扱えるし、デメリットも基本的に一撃だからない。そこで VATS 命中が絡めば、不屈ならほぼ 95%、燃費はマジでトップ。当たらないバグは勘弁な。スコープつけても面白いかもって思いました。普段使いなら最高なので、命中ガウスだけでも使ってみてほしい。今回はこのくらいにしとこうかな。ガウスライフルを使いたくなったら、チャンネル登録か、高評価、コメントとか、頼んだぞ。お、フュージョンコアが溜まってくー。それでは、また今度。